お買い物途中の市民の皆さん、こんにちは。丸田隆明です。本日もまた街頭活動を始めさせていただきますが、今日はこれで2回目となります。今日の1回目が福江郵便局の四つ角で正午から、街頭活動を行わさせていただきました。で、まあそこではですね、今日今からお話ししますが、なんか関係者の企業があったみたいで、でそれで約40分間ほどお話をさせていただいたわけなんですが、その声が大きいと、うるさいということで苦情が来まして、このエレナさんの裏にあります五島警察署の刑事課の係長さんがわざわざ私の近くまで来てですね、和田さんうるさいと苦情が入ったということで、まあ、40分間ほど話させていただきましたんで、まあ、すんなり、まあ、言われることを守ってすぐもう話を、まあ、やめたわけなんですが、まあ、この街頭活動も良し悪しでですね、聞かれる方は、で聞いている方は何も自分たちに関係なければ知りたいなと、何を言ってんだと、何を話しているか知りたいというのが、まあ、無関係な人たちでございまして、まあ、この話の中に関係する登場する方々、まあ、市の職員さんであったり市長さんであったり、またそれにまつわる企業さんであったりと、名前が言われますと何を言うのかと、また悪口を言ってるのかというふうになるのが当事者の方々でありまして、まあ、私はそのこの活動においては市民の皆様方が知り得ない、行政問題等々をお話しさせていただいているわけでございまして、これは単に悪口を広めている話ではないのです。皆様方に、一人でも多くの市民の皆さんに知っていただいて、一緒にこの五島市が抱える問題をどうにか改善に向けて真剣に考えていただきたいなという気持ちを込めて、私も嫌われる覚悟で、約3年間ずっとこのスタイルでやり続けているわけでございます。まあ、本日何をお話しするのか、ちょっとスピーカーの向きを変えて、でボリュームをちょっと絞ってですね、お話をさせていただきます。まあ、今日お話しするのが五島市からですね、ある企業に五島市に定住する移住者を増やすための事業を手伝ってもらえないかということで、500万円の補助がついた、旅行企画があったんですね。で、まあ、私はこのチラシを見たときに、なんか匂うなと、なんかおかしいぞと、500万円も投じて移住者を確保する必要があるのかというふうに思ったんです。まあ、それから、まあ、約1ヶ月半ぐらいして事業が行われたわけでございますが、まあ、私も今申し上げましたように、なんかおかしいぞということで、この旅行客にお会いして実際の話を聞いてみたいということで、旅行スケジュールの中の3日目の朝に、まあ、道崎協会の方で待機していたわけなんですね。まあ、運よくそのツアーの団体客にお会いできまして、5、6人のメンバーだったと思います。私がお話しできたのがですね、そのおばさまたちにお話を聞いたわけです。福岡から来られたわけですよねと。なんと福岡から2泊3日7食ついてですね、旅行ツアーの参加費が1万円だったんですね。1万円、皆様方も
五島からいろんなところに旅行に行かれると思います。その時はなるべく経費を抑えようとして計画を立てられていると思いますが、今回この500万円使われた事業費、福岡から、ね、飛行機を使って五島、この福江市に、五島市に2泊3日でなんと1万円で来れたんですね。なら残りの差額の旅費はどうなったか、ね、旅行代金はどうなったか、皆様方が汗水流して納めている税金で補填されたんですよ。まあ、それが1回目のグループです。2回目のグループ、今度は東京からですね、五島に2泊3日、同じスケジュールです。東京から五島に来られた料金はいくらだったのか、2万円だったんです。2万円ですよ。東京から五島に2泊3日で来られたお客様が2万円の参加費で五島のツアーを楽しめたということなんです。まあ、これがどうもうさんくさいと思いまして、まあ、調べたところ、介護とか看護とか保育、ね、このお仕事に従事されている方、または興味のある方限定だったんですね。まあ、つまりこういった業種が働きになられる方々が雇用の面で不足していると、ご投資の問題と不足していると。なのでこの業種に限って五島に定住していただいて従事していただこうという人を確保する目的の事業だったんですね。それであればそれで構わないんです。私も、うん、それはいいことだというふうに理解できます。しかし実際に参加されてた方々、ただ五島を体験に、五島を体験に普通の旅行での気持ちで参加されていたわけなんです。と内容が違うんですよ。福岡から2泊3日7食付きですよ。で1泊目は五島の新しいホテル椿ホテルに滞在された。そしてその1泊目の夜には、カンパーナホテルさんで歓迎パーティーまで行われている。もう至れり尽くせりのこの旅行客への税金投入、やっぱおかしいんですよね。皆様方が納めた税金がこのように、ただ自分たちがやりたい事業をボン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 やっている。また最近、今開かれております議会では、もう空き家対策等々で自民の持ち家に補助してくれないかと、解体費用を補助してくれないかという請願が9月でしたか上がってきまして、でそれは可決されました。議会で可決されたわけなんですが、まあ、今回、とある議員の一般質問に答えた市長さんが、市民の家まで崩さないといけないのかよと、とうとう本音を漏らしたわけなんですね。市民の家まで壊さないといけないのかよ。いやいや違うんですよ。市民は納めてるんですよ、税金を。何も市役所を新しく建て替えるために市民の皆様方は税金を納めているわけでないんです。市民生活に、ね、還元されないといけない、この税金を。市長は、ね、3期目に参戦出馬を表明されましたが、今度の夏の市長選に出るというお話を表明されましたが、市民の家まで壊さないといけないのかよと、とうとう本音を言ったんですね。これが野口市長の本当の姿ではないのかと私は人間を見ました。まあ、今日はちょっとこの近くに お泊まりの方で夜勤勤めの方がいらっしゃるという情報が入りましたので、まあ、今日はもう短めに小さな声でお話ししております。またこの話はですね、私のインターネットサイトでも公開しておりますので、また今晩でも挑戦者丸田隆明、もしくは五島市と検索していただければ、五島市丸田というふうに、検索候補に上がりますので、まあ、この話の続きは、インターネットサイトの方で、ご視聴いただけたらと思います。まあ、せっかく五島の方にですね出張で来られて、なんか夜勤勤めの方というふうにお聞きしておりますので、まあ、本日は
お仕事の邪魔にね差し支えあってはいけませんので、この辺りで街頭活動の方は終わりにしたいと思いますが、まあ、五島市で起こっている本当問題がたくさんありますので、まあ、市民の皆様方も関心はないかと思いますが、一つでも少しでもですね、どうも、まあ、そういうことで邪魔にもなったらいけませんので、本日はこの辺りで街頭活動の方は終了させていただきたいと思います。市政に関心がない方はどうかこの丸太高木に関心を持っていただければ、明日の五島市の発展につながっていくんじゃないかと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はこの辺りで街頭活動の方を終了させていただきます。差し入れのコーヒーもありがとうございました。ご清聴のほど大変ありがとうございました。